嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。大学から生活に困窮する学生として NHK の取材受けないかと誘われました。取材を受けていいことない気がするんですが、どう思いますか。いいことないですね。はい。基本的に NHK は報道の場合は、その報道に協力してくれた人にお金を払うっていうのができないので、まあ、せいぜいテレホンカードがもらえるかもぐらいですかね。なんか NHK グッズみたいな。大阪都構想否決されました。ひろゆきさんの見解を聞かせください。多分この動画が上がった後に巻き戻すとあると思います。僕は東京に次ぐ国際都市に大阪のある礎を作る絶好のチャンスだと思ってたんですが、二重行政をなくすことによりいろんなことが進めやすくなることができるし、何が弊害していくのかと疑問に思います。今はでも IR 融資とか万博のこととかスムーズに進むのでしょうか。すみません。まずカジノはうまくいかないと思いますよ。作ったとしても儲からないですねって、別にわざわざカジノのために、大阪にできてカジノのために大阪に行く人って誰っていう。中国人だったらマカオに行くんですよね。で、アメリカの他の人だったら別にラスベガスでいいじゃんっていうのがあって、大阪に行った人が、ついでにカジノに行くとは、っていうのはあると思うんですけど、別にカジノのために大阪に行く人は海外ほとんどいなくなります。ただでさえコロナだし。昔髪長くしてたのなんで、切ってなかったからですね。髪の毛って切らないと伸びるんですよ。知ってました？大麻についての質問です。所持が違法で使用が合法なら、例えば電話ボックスのようなボックスを街中に設置し、その中で大麻の煙を充満させ、3分2000円で中に入るようなシステムで商売すると、お客さんも捕まりますか？やってる側は間違いなく捕まると思いますが、まあ、捕まらないとは思うんですけど、その電話ボックス自体がすぐ撤去されるので、お金払う人が出る前に撤去されるので意味ないと思いますけどね。クローン人間は必要と思いますか？思いますが、あとターミネーターみたいにロボットが人間を滅ぼす可能性ありますか？まあ、ロボットが人間を滅ぼすのはさっき言ったと思うんですけど、クローン人間かどうかは別にして、臓器移植って今行われてるじゃないですか。で、豚が人間の臓器を作るっていうのを、今、まあ、技術的には進んでたりして、結構人間の臓器が作れる状態になるといいよねって、今豚でやってるんですけど、それ人間の細胞を増殖させてやるといいよねっていうのが iPS 細胞っていう山中先生が作ってる企画で、で、じゃあ例えば、その肝臓とかを iPS 細胞で増やしてって作りました。で、それで肝臓病の人が役に立ちました。いいよねっていうので、でもそれも人間のクローンなんですよ。要はその、クローンっていうと人間全体、その脳とか心臓とかを全てを含んだものをクローンって思いがちですけど、人間の臓器を1個作るのもクローンなので、クローン必要だよね、クローンって今技術で実験してるよね、で、クローン作った人にノーベル賞払ったよね、ノーベル賞渡したよねっていうのがあるので、人類はクローンはもうすでに受け入れるんじゃないかなと思います。コミケ文化、同人誌文化はどうなると思いますか？コロナ収束後にコミケ同人誌の勢い戻るでしょうか？オンラインに移るんじゃないですかね。まあ、その割とコミケの人たちも結構高齢化してるっていうので、クレジットカードどこのを使ってますか？期限金で変えようと思うんですが、おすすめは、持論があれば教えてください。何もないです。安い方がいいと思います。年会費ゼロのクレジットカードがいいんじゃないですかね、一番。J リーグ今後盛り上がりますか？もう結構盛り上がっていくんじゃないですか？その日本人が海外で成功している例もだんだん増えてきているので。なので、そのレベルは上がってるんじゃないかなと思いますけども。25歳男、半年前から書き始めた漫画に担当がつきました。生活費と練習時間確保するため、待機時間の長いラボホテルのフロント求人に応募しましたが、性別が理由で落ちました。いるだけでいいみたいな仕事ありませんか？勤務中に考えた例を書いたりしたいです。僕昔今でいう au の電話の故障受付のバイトをしてたんですよね。夜の9時から朝の9時まで12時間みたいなバイトで、で、夜中電話かかってこない時って、ぼーっと座ってたり寝てたりしても OK だったんですよ。なので、そこで普通にポケモンとかやってましたね。これ読んだか。高専には専攻科という大学の大学院的なものがあります。終了すると単位授業機構から学習科をもらえて高専卒業となります。社会人のひろゆきさんがよく大卒さんにニュアンス変わってくるんですが、単位授業機構って何やねんとか、結局高専卒かなど、
まあでも高専の人って割と就職率高いですよね。ただちょっと給料低いんで給料上げた方がいいよねっていうのも文科大臣が言ってた気がしますけど。脳の移植をやろうとしたイタリア人学者がいました。あ、いましたね。そういえばなんか。あれ結局成功したんですかね。なんかその後聞かないんで。クラッキング勉強できるおすすめサイトとか方法を教えてください。またしたことありますか？セキュリティのパッチ出してる、まあ、Windows とかもパッチちょこちょこ出てますけど、なんでパッチ出すのか調べると、そこにセキュリティリスクがあるってことなので。なので、パッチのリリースノートを読むと、全部それセキュリティの穴ですよ。フランスってラーメンありますか？ありますよ。何ラーメンなら流行りそうですか？なんか豚骨系が多い気がしますね。多分、その脂っこくて味が濃い方が好きなんじゃないですかね。地方銀行でデータサイエンティストとして働いています。仕事は楽ですが、地銀は今後どうなるでしょうか。まあ、だんだん減っていくと思いますよ。合併しまくって。まあ、ただ合併しまくっても、その、エンジニア系の人は、仕事は残り続けるので、合併した先で仕事が手に入るんじゃないでしょうか。国民に対する権力が一番強い省庁はどこだと思いますか。財務省。プログラミングは何からやるべき ?HTML。仕事でモバイルアプリを作っています。個人開発やるのにあたってアイデア浮かばないんですが、いい方法ありますか？iPhone の無料アプリランキングの1から100までとか、有料アプリランキングの1から100まで見て、これだったら僕が作れそうっていうのを真似するといいんじゃないでしょうか。OEM で化粧品、乳液等のコスメブランドを作ろうと思うんですが、何か良いブランディングやマーケティング戦略ありませんか？資金は200から1000万くらい用意できます。OEM であればブランドもマーケティングも必要なくて、ひたすら営業だと思うんですけど、自分がブランドを出して工場に OEM で頼むってことですか？であれば、その、どうやって売るかっていうところで、その、あなた自身の持ってる売り先の販路っていうものをまず作った方がいいと思うので、マーケティングブランドはその先じゃないですかね。まあ、インフルエンサーと仲良しとかでもいいと思いますけど。酒を飲みながらダラダラ雑談してるおじさんの動画を見てるせいで、最近 YouTube がおじさんかお兄さんだった頃に超鍵で踊ってるところを盗撮された動画を進めてきます。やっぱり大都会が前に住んでたらダンスなどどんどんなるんですかね。また超鍵2021には出ますかね。2021はやんないんじゃないですか。やってもコロナだから僕いけないんじゃないですかね。35歳女性独身、派遣社員5年くらい続けています。英語は喋れますが、TOEIC は900点弱。事務経験しかないのですが、今から IT 業界に未経験で行くとカスタマーサービスしかないでしょうか。まあ、未経験で行くとそうなっちゃいますね。なので、多少なんか、それなりにかじってみるといいんじゃないですか。ウェブサイト作るぐらいから。デザイナーって言い張るとか、コーダーはできますみたいな。ひろゆきって老化は怖くはない。怖くはないですね。別に白髪になったからといっても僕は見えないので。まあその僕以外の人は僕の白髪は見えるんですけど、僕は自分の白髪が見えないんですよね。現在フリーランスのウェブデザイナー数名と提携し、サイト制作事業を回しています。今後はウェブ解析やマーケ経験のあるフリーランスとの提携し、制作だけでなく広告運用やコンサル業を巻き取ってきたと考えています。ひろゆきさんとはこの事業モデル全体を見て、どのような戦略で売上利益を伸ばしていきますか？もう読んでる最中に飽きてしまいました。すいません。サイト事業をしてて、広告、まあ、SEO 対策もやりますって言ってお金もらって、で、SEO の結果だったりとか、あとその、アドセンスのもくっつけといて、で、アドセンスの最適化みたいなところで、広告はここ置いた方がいいですよ、みたいなところもアドバイスするとかを、まあ、実績込みでやっていけばいいんじゃないでしょうか。今4泊5日で親友と旅行中ですが、彼女が気分屋で契約モデル旅行中です。ひろゆきさんならどうしますか？まず親友と旅行中であれば、こんな謎のおっさんがビール飲んで喋ってるようなものを見るべきではないです。今すぐ回線でして友達と話をしたり、友達とお酒飲んでください。ストーリー重視の有料番組の実況、エンディング含めて全て許可すべきですか？いいえ。まずゲームの実況って基本違法なんですよね。で、たまたま OK にしてるごく一部の作品があるだけで、大体ゲーム実況は違法です。なので、良くないと思いますよ。外資系企業に勤めており、成果主義のプレッシャーから土日も働いてしまいます。無理して休もうとしても仕事後の頭をよぎり、結局仕事をしてしまいます。休日しっかり休んでいないので、パフォーマンスが上がらず、こんな状態が3年以上続いています。どうすればオンオンオフの切り替えがうまくできるようになりますか？多分できないんじゃないですか。でもその状態で3年それなりにお金もらえてると思うので、多分もうそういう人なんだと思います。で、もしその無理やりオンオフの切り替えをしたいのであれば、睡眠薬がっつり飲んで、
やったら寝るっていうのを一回やってみてください。そうすると時間過ぎてるんで、でも時間過ぎてるけど別に大丈夫だったって気づくので、その土日は睡眠薬がっつり飲むっていうのをちょっとやってみて、体に合うかどうか確認してみてください。Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay, okay. Choose. Who's fault?